皆さん、こんにちは。リトルなでしこアンダー17で得点などを挙げ、活躍していた宮澤ひなた選手。近年女子サッカー選手を見る方が増え、スポーツ界でも盛り上がっているようですね。優しい笑顔とは裏腹に積極的なプレーで楽しませてくれます。なでしこジャパンに選出された時、市長に世界の舞台でゴールを決め、地元で応援してくれている方々に雄姿を見てもらいたいと意気込みを語りました。駆けつけた記者から初の代表入りについて聞かれると、鳥肌が立ったし、スタート位置に立てたなという気持ちです。ここからが勝負だと思っていますと気を引き締めた表情で答えました。今回はそんな宮澤ひなた選手の家族、彼氏、出身高校について紹介します。生年月日1999年11月28日、出身神奈川県南足柄市、職業女子サッカー選手、所属日テレベレーザマイナビ仙台、ポジション左サイドハーフ、トップ下フォワード。宮澤ひなた選手の身長は160センチメートル、体重は50キロのようです。靴のサイズは 24.5 センチです。スリーサイズやカップについては交渉されていませんが、身長と体重のバランスから見て細すぎず健康的なスタイルをされています。宮澤ひなたさんの武器は足の速さにあります。50メートルを6秒9、両足を使い相手の寄せる角度をずらしてから俊敏性とスピードで抜き去ります。中間ポジションでボールを受けてターンし、前を向いた流れでドリブルもしくはシュートできることが特徴の選手です。ドリブル時にも周りが見えていて、スルーパスを含むチャンスメイク力もあります。今後日本代表として活躍していくには、守備のデュエルの強さと戦術理解度が求められると思われます。強いフィジカルコンタクトと速い寄せの中でも、相手をかいくぐって持ち前の技術とスピードを発揮できる判断の速さとメンタリティも鍛えてほしいですね。そんな足の武器もある宮澤ひなた選手の憧れの選手はネイマールとメッシです。この2人のように観客をあっと言わせられるようなプレーができる選手になりたいのだそうです。女子って年々やはり体つきが変わり、体が重い感じになってくるので、タイムはあまり伸びないものなのですが、宮澤ひなた選手の場合は年々速くなっているそうです。宮澤ひなた選手は3学年上の兄ケイタさんの影響で、幼稚園の頃から向田サッカークラブでサッカーを始めました。トップのなでしこで優勝した時のメンバー大野さんや金賀さんもお兄さんの影響で始めたそうです。兄弟がやっていると一緒にやりたくなるようですね。練習がない日はよく家の前や公園で一緒にボールを蹴っていたそうです。中学の時は女子の選手が周りにいなかったこともあり、男子に混ざって練習していました。当時のことを、スピード感があって男子とやってる方が楽しかったんですと振り返っていました。女子ジュニアユースチームに選ばれ、こんな世界もあるんだと、初めての女性選手との練習で衝撃を受けたそうです。なんと宮澤ひなた選手はボールデンボール賞大会 MVP の候補にも選ばれていたそうです。最有力候補は植木選手のようですが、宮澤ひなた選手も何かしら絡んでほしいですね。女子のサッカーはパス回しの進め方も魅力ですが、宮澤ひなた選手、そして植木さんのような私が行くというような人が何人かいても面白いですよね。宮澤ひなた選手は中学は南足柄中学、高校は神奈川県大磯湘南の通信制高校、星槎国際高校湘南に入学しました。この学校は高校というよりもスポーツ専攻があり、専門学校のような印象も受けます。通信制のためほとんどの時間をサッカーに費やしてたそうです。そして高校と同じグループである OSA レイ FC のトップチームにも所属していて、大学生などにも混じり県リーグの試合に出場しています。高校という名前はついていますが、浦和やセレッソなどのチームなどとそう変わらない環境なのかもしれませんね。高校3年生の時は主将を務めチームをまとめ上げました。宮澤ひなた選手のプレーはスピードがあります。パスからのゴールが速いです。小さい頃からスピードがあるのを楽しみながら身につけた結果なのかもしれませんね。現にアンダー13というカテゴリーもでき、小学校6年生からの募集もしていました。高校卒業後は大学へは進学されていないようですね。現在宮澤ひなた選手はマイナビ仙台に所属し、
ミッドフィルダーとして活躍しています。昔から誇っているスピードを生かしたドリブルでピッチを縦横無尽に動き回ります。育成年代のワールドカップに2回出場し、2018年20歳以下の大会で日本の初優勝を経験しました。年齢制限のないワールドカップに出場するのは今回が初めてのようなので、スピードを生かした日本の攻撃にアクセントを加えることが期待大です。宮澤ひなた選手の写真を調べたところ、制服姿や私服姿を見つけました。私服もボーイッシュな感じでした。体が細いのでおしゃれに着こなしててかっこいいです。もちろん服に負けないくらい笑顔も素敵です。宮澤ひなた選手はなでしこジャパンの中でも可愛いと評判です。そこで次は宮澤ひなた選手の熱愛彼氏や結婚の噂について見ていきます。世代別日本代表で同世代の植木理子選手と長野風花選手と並んでチームの顔的な存在が可愛いと称されていますが、この世代がなでしこジャパンの中心となっている頃には人気も出そうですね。これまでも川澄奈穂美選手や和渕真奈選手、なお元光選手らのルックスに話題が集まることもありましたので、宮澤ひなた選手に注目してほしいところです。そして気になる彼氏の存在ですが、現在のところ信憑性の高い有益な情報はありませんでした。幼い頃から男子に混ざっての練習や学生の頃は共学とあり、告白も何回かあったのかもしれません。進学も迷っていたようですが、今を謳歌したいと法政大学スポーツ健康学部に通っていたので、出会いはちゃんとあったと思います。年齢的にもまだまだお若いので、今は恋愛よりもサッカーに集中なのかもしれないですね。恋愛がスポーツに良い影響を与えることもあるでしょうし、個人的には素敵な恋をして幸せになってもらいたいですね。また引退してから恋時間が始まるのかもしれませんね。2023年女子ワールドカップはオーストラリア、ニュージーランドで開催される予定で、宮澤ひなた選手の活躍も見れます。初戦はザンビアで、日本時間7月22日16時キックオフ。2回戦はコスタリカで、日本時間7月26日14時キックオフ。3回戦はスペインで、日本時間7月31日16時キックオフ。宮澤ひなた選手の速い攻撃が楽しみですね。いかがでしたか？今回は宮澤ひなた選手の家族、彼氏、出身高校について紹介しました。期待のワールドカップ開幕もあり、7月のイベントも盛り上がると思います。宮澤ひなた選手を筆頭に、今後選手の皆さんの活躍で女子サッカー人口が増え、日本を盛り上げていってほしいと強く願っています。今後も宮澤ひなた選手の活躍に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。